寒い寒い寒い。おっさん、うざい。年寄りは体温高くないのよ。ああ、砂漠の暑さが懐かしいわ。無駄口叩いてるとこけるぞ。って言ってるそばから。 ちゃんとしてよ。年寄りは繊細なんだから。ごめん。しかしすげえところだな。不思議っつうか不気味っつうか。氷から剣が生えてんぞ。あちこちにあるわよ。何なのよここ。 昔の海賊と帝国が争った名残なのじゃ。ん？そういや、なんかそんなの聞いたことあるな。よく知ってるな、そんなこと。アイフリードのことを調べてた時に収集した情報なのじゃ。刃のように冷たいから標準界と思ってたけど、こういうことなのね。刃のように冷たいっていうのも 間違ってないとは思うな。何どうしたのよ。何今の大きい。まさかエンテルケイヤ。違うわね。知性が感じられないもの ってことは魔物でしょう。襲ってこられたら大変だよ。バイト嬢なのじゃ。背骨がガチガチのピカピカでとっても丈夫な体の魔物なのじゃ。ほっときゃ襲ってこないだろう。相手にすんなって。行くぞ。 カロル。 楽にしてやる。エンゲス。魔法陣。エンゲス。魔法陣。最速の槍となり敵を撃つ。ギーン報酬で。さらに。魔法陣。エンゲス。さらに。エンゲス。 すぐ楽にしてやる。暇つぶしには良かったわ。 よっと。
あんた、驚きすぎ。どうやら気に入られてしまったみたいね。強引なお誘いはお断りしてな。なんとか捕まえられんかの。捕まえて食うのか。寒い海に住む魚は寒さから体を守るため脂身が多くてうまいのじゃ。白身ならおでんの練り物に最高なのじゃ。いや、あれ魚じゃなくて魔物なんですけど。ジタバタするなよ。天下天将人スプレッドゼロ戦術最速の槍となる敵を撃つデモンズラン完了。肩の力抜いてね。水かぶった。しょっぱい、冷たい。おっさん元気だな。騒いでないと本気で凍えそうよ。あーちゃーちゃー。マリーちゃん、こんな時こそほっかほかのおでん。凍えてしまってるのじゃ。ギャドヒャうざ。Thank you.
茶させてもらうわ。まだまだ。これぞ俺流。アドカジャクル。いつも心はピンク色くらえ。ヘッソスイッチ。ドトリドルのエース。おやや、もう終わりかい？いい感じ。まだまだここからだ。ぶっ飛ばすからね。報酬撃。まだまだ。正装備。揺らめく炎。もうついてファイヤーボール。まだまだ。一体だ。この法人。天然が交流レンガ弾やめてほらもうついてファイヤーボール。まあこんなもんね。変ね、あの魔物。邪魔するときとしないときがあるみたい。ああ、なんか気に入らないな。こんだけ分厚い氷の上にいれば襲われる心配はないと思うけど。襲ってきたら返り討ちじゃ。どんと来いなのじゃ。でも今あんなのと真正面からやり合うのはできるだけ勘弁だな。早いとこ地面の上に戻りたいわね。それと暖かいとこにね。たまには楽しく行きましょう。邪魔しないでよね。ザコが出てきやがって。足元すくわれないでよ。ギエンゲンカ。ほらやっと。たゆたう闇の微笑。スプレッドゼロ。ギエンゲンカ。
で見たような。これエアルクレーヌじゃない。こんなとこにもあったんだな。でもエアルが出てないわね。枯れた後なのかしら。その割にこの辺は荒廃していないみたいだけど。みんな気をつけて。うわっ、また出た。大丈夫っしょ、ここ岩の上よ。あらま、エアルクレーネが。やべえ。うわっ、ユーリ。まさかエアルクレーネを狩りに使う魔物がいるなんて。うちとしたことがこんなの知らんかったのじゃ。カロル、逃げろ。そんなみんな食べられちゃうよ。一人で勝てる相手じゃねえだろうが。でもやらなきゃ、今やらなきゃ。カロル、今やらなくて、いつ。や油断したかな。みんなを守るんだ。ヘルムか。カロル、モムちゃんはやめなさい。見てられねえ。頼むから逃げろ。それ以上やったら死んでしまうのじゃ。大丈夫だから。大丈夫なわけないじゃない。大丈夫なんだよ。
だってみんなが言うもん。カロル、お前、僕の後ろにはみんながいるから、僕がどんだけやられても僕に負けはないんだ。動けよ、クソ。このままじゃガキンチョが。全く、とんでもないことする少年だね。生きてるか？みんな。悪い。ちょっと道が混んでてな。行けるか？もちろんだよ。よし、食らった分、倍返しにしてやろうぜ。で息合わせていこうぜ。ありがとう。今度こそとどめ刺そう。確実に決めてこうぜ。みんながピンチに甘いのよ。僕たちはブレイブベスペリアだ。
っちまった。もう一回来るわよ。僕が守る。一人で気張んなよ。行きがっちゃって。でも頑張ったわ。まだまだ。当然の結果、また強くなる。やったのじゃ。一人であんな無茶してば。カロル。カロル、おい、カロル。おい、しっかりしろガキンチョ。大丈夫、安心して。気が緩んだのね。気を失ってるだけ。ったく、エステル助けに行くのにあんたが先にやられちゃったらどうすんのよ。まあそう言いなさんな。男には勝負時ってのがあるのよ。おかげで助かったわ。カロルがいなかったら俺たち今頃あいつの胃の中だ。勝負時。そうそう、どうしても逃げたらいかん時ってやつがね。誰でも一度はそういう時があるもんよ。さあ、早くここを抜けましょう。弱ってるカロルには辛いはずよ。ええ、ありがとな、ボス。かっこよかったわ。カロル少年、無茶しちゃって。まあ、ほんとよね。ガキンチョなんだからおとなしくしとけっちゅうの。柄にもなく根性を見せるもんだから、見てるこっちの寿命が縮んだわよ。まあ寿命どころか命がなくなりそうなところだったから助かったんだけどさ。
けど、やっぱりああいうのはどうかと思うよ。無茶無茶。ほんとよ、また無茶なことしないようにちゃんと見とかないと。だな、もう寿命縮むのは勘弁だし。珍しく気が合ってんじゃねえか。カロルを褒めてあげたい気持ちはみんな同じってことね。ちっと素直じゃねえけどな。後ろから上等じゃねえか。魔法流連打だ。最速のやりとなる敵を撃つ。まだまだ。まだまだここからだ。雑魚が出てきやがって。瞬殺するのじゃ。天狗天狗。ケスラー、お前。強力なバッティングじゃ。横島を引き出せ。ネガティブっていうと。魔法陣。考えて技使いなさいよ。調子に乗りすぎたか。どれどれ。どれどれ。どれどれ。あら嬉しい。
笑ムードね。瞬殺するのじゃ。ゴーラッグ、ここに来るのじゃ。ほらよっと、危険よ。なんで横にあった。ゴーリンが横島を打ち砕く。前線が前線が前線が決まったな。すぐ楽にしてやる。決まったな。まだまだここから。たまには楽しく行きましょう。ゲンゲッカ、進撃レッカ、シャッターン、決まったな。確実に仕留める。覚悟しな。愛してるぜ。猛烈臭。ひらめくフムラ。愛してるぜ。ファイヤーボール。猛烈臭。灼熱の目標。終わりだ。雑魚が出てきやがって。肩の力抜いてね。ヒーン、本気を持ち上げた。ノー、持ち上げ、ファイヤーボール、弱点発見よ。電線が、電熱線。やりすぎかしら、私。排除、排除。ランゲス、ゴーラッグ、
出口っぽいか？何よ。年寄りは体力がないのよ。ジュディスちゃん変わって。あら、あなたの仕事を奪うつもりはないわ。カロル、起きてるな。起きてない。あいだ。カロルはタヌキ寝入りがうまいの。この寒い中、おっさんに労働させるとは。カロル君、君もなかなかやるではないか。もう大丈夫か、カロル。うん、心配したのよ、とても。うちもじゃ。そんな風には見えなかったけど。おかしいわね。とにかくもう無茶なことしないでよね。サポートしきれないわ。うん。なーに、ニタニタしてんだ。ひどいな、ユリ。ドンの言葉を思い出してたんだよ。仲間を守ってみろ。そうすれば答えてくれる。だったか。うん。あれって、こういうことだったのかなって。それがお前の見つけた答えってことか。なら、きっと正解だよ。そうだといいな。さあ、出口はすぐそこだ。とっとと抜けちまおうぜ。どうかしたかしら？うん、ここの氷ってエアルから生まれたのかもしれないって。氷がエアルから？あらゆるものがエアルからできているなら当然ね。ここのエアルクレーネはある意味すごく安定してた。魔物が操れるほどにね。もしかしたら大量に物質化できたらエアルは安定するのかも。それってエアルの乱れを解消できるかもしれない。わからない。そのためにはもっと効率が必要だろうし、量だって。でも確かにそれができたらすごいのじゃ。もっとここのエアルクレーネ調査したいのかい？ううん、今はそんなことしてる時間はないわ。ああ、思わぬ時間食っちまったしな。急ごう。エステル、無事でいて。ここを出たら、どっかの町でテイトがどうなっているか聞いてみようよ。はいよ。様子を聞くんだったらハレルの町に行くのが一番なんじゃない？そうだな。あそこは結界もあるし、安心して体も休められる。んじゃ、そろそろ休みたいのじゃ。そうと決まれば早いところ行こうぜ。すっかり体が冷えちまったよ。
一人であんな無茶して、あんた体は大丈夫なわけ？え、あ、どうだろう。今は大丈夫みたいだけど。カロルの心配なんて珍しいわね。いや、別に心配してるんじゃなくて。怪我人見ると放っておけないお姫様を助けに行くのに、怪我人を連れてはいけねえもんな。そう、そういうことよ。ま、それで納得しておきましょう。